シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー、プロレスリングノア270ポンド小橋健太。赤コーナー、全日本プロレス頑張れ300ポンドケリーボーギー、和田光平。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。掴んだ、あっとエルボー、掴みます。ハンマーが襲ってまいります。腰を落とします。あっとリバースで返してまいります。肩が上がります。蹴りを見舞ってまいります。高周波数の音が館内に響きます。ソバットガードします。スリーパーに捉えます。腕を回します。ストマックを狙ってまいります。リング上激しい戦いですが、まあレスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですよね、まあレスラーっていうのは練習することが仕事みたいなもんですから、当然なんですけど、練習するっていうことは要は自分の体を守るっていうわけですからね。ああ確かにそうなりますよね。顔面を蹴り上げます。腕をフックします。対空式のブレインバスター。熱き魂を持ちますこの男、小橋健太。この男の鍛えに鍛え抜かれた巨木のような剛腕から繰り出されるラリアットは、まさに相手を仕留める問答無用の一撃であります。抱えます、耐えます、張ってまいります。こういう大剣の技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。エルボーで返します。ブロックします。ローリングしてのキック、ブレンバスターに取ります。ブレンバスターでぶん投げます。掴みます。ショートレンジ式のラリアット。この辺りのグランドサッポーなんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。あ、そうですか。逆に振り返して2アタック、ギロチンドロップ、ロックアップ、ロープに振った、キチンシンク、胃袋攻めです。起こしてまいります。
このあたり気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。ブレンバスター、ストンピング、蹴りつけてまいります。エルボーを入れていきます。スタンディングを取らせます。腰を落とします。リバースで返します。カウント2つで返してまいります。行くのか、逆に振り返した。カウンターで切り返してまいります。バックからスリーパーに入ります。小脇に抱えます。岩石落としで叩きつけます。引き起こします。そのままボムで叩きつけた。2カウント。首根っこをつかんだ。起き上がりこぼしのラリアット、引き起こす。腰に手を回した。顔から砕け散れ、フェイスクラッシャー。起こした。引っこ抜きか。投げ捨て式のパワーボム。立たせていく。奥歯を噛みしめた。打たせない。重いですね、一発が。小股に挟んだ。あっと、耐えた。ブレンバスター行くのか。ストバックを狙っていく。組み合った。あっ、逆にパンチ。喉割り捉えた。チョークスラムで叩きつける。どうか。カウント 2.5。 まだまだです。腕をフックした。リバースで返した。ドロップキック強烈。起こした。全体重を落としていった。いけるか。逆に振り返した。あっと、ネックブリーカードロップ。トップロープを狙う。リングに戻ります。あっと、キャッチした。させません。抜くのか。ファイルドライバーがぐさりと突き刺さった。一気にロールするのか。あっと、うまく切り返した。すごい音がした。小股に挟んだ。リバースで切り返した。ロープに逃れた。ガチッと組み合った。ネックブリーカーで叩きつける。バックに回った。フェイスクラッシャー。顔面砕き。引き起こす。抱えた。リング上の殺虫剤 DDT。 抱き起こす。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。頭を掴んでショートレンジ気味のラリアット。引っこ抜きか。パワーボム。パーボム。ここが踏ん張るとこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。フロントキック、掴んだ。あっと、返した。掴んだ。至近距離からのラリアット。バック当たって15分経過。15ミリット。エルボーで返す。組み合った。あっと、逆に投げていった。立たせていく。ガチッと組み合った。ロープに振った。五臓ロップに染み渡る。引き起こす。抜くのか。あっと、耐えた。奥歯を噛みしめた。
ハンマー気味のパンチ、小股に挟んだ、熱すぎる戦いだ。完成度方がなり